連日各都道府県の高野連が発表している21世紀枠の推薦校、春の選抜で21世紀枠は3校のため12月には9校まで絞られることになりますが、伝統校や進学校など様々な顔ぶれとなっています。そんな中、兵庫県は秋の大会でベスト8進出を果たした小野高校を選出しました。甲子園の出場実績はないものの、学校は2022年で創立120年という伝統があります。勉強でも県内では有数の進学校ということで、文武両道を体現しようと日々奮闘しています。野球部の半数は国公立、残り半分は次第に進学するということで、現役で京大に進学する選手もいるという小野は、神戸電鉄小野駅から徒歩4分という近いところにあります。この日は田部勝がいませんでしたが、グラウンドはご覧の通りの広さです。選手たちがこのグラウンドに来始めたのは夕方4時過ぎ。この時間まで授業があるため、ホームルームを終えて準備などをしていると、練習を始められるのは4時半過ぎとなります。それでも外部トレーナーから指導を受けたというアップには手を抜かず、一つ一つのメニューを丁寧にこなして自身のコンディションを確認します。アップが終わる頃には夕方5時はもう目の前。ここからボールを使った技術練習とトレーニングに分かれていきますが、当日のメニューはこちら。練習終了は6時10分。わずか1時間ちょっとしか練習ができません。これが毎日続く練習環境でも、小野はこの秋にベスト8になるなど毎年結果を残しています。プロ野球のキャンプさながらの練習メニューを昼休みにタブレットで展開するなど、短い時間で効率よく練習を実施することが結果に結びついていると話します。この中で精力的に練習していたのがチームをまとめる主将市橋選手。1年生の夏から公式戦に出場してきた選手で、高校通算は7本塁打。取材日は木製バットで練習をしていますが、木製バットを苦に感じさせないスイングを見せていました。そして秋のベスト8入りの原動力となった藤井、杉原の両投手もこの日はブルペン入り。藤井投手はキャッチャーを座らせて力を入れたピッチング、杉原投手はフォームの確認で調整をしていました。夕方5時20分頃になると次第に暗くなってきます。小野は照明がたくさんあるわけではないので、バックネットに向かって実施する打撃練習や室内でのトレーニングなど、できることに全力を注いで練習をすることが求められます。そんなバッティング練習を見ていると、なぜかホームベース付近にはオキティが準備されています。これは変化球への対応ということで、バッティングピッチャーが
あえて投げなかった時に打つために置かれているそうです。レフト奥で走っていた短距離ダッシュもただ走るのではなく、体の作りを考慮してインターバルを35秒に設定してスタートするなど、一つ一つのメニューにきちんと目的を持って取り組んでいるのが印象的でした。グラウンドもほぼ内野くらいしか使えないのが当たり前という環境で、周りと比べると厳しいように感じてしまいますが、選手たちは違いました。この2時間という限られている中でいかに効率よく練習するかというのを考えながら練習しています。僕たちはその練習時間が短い分、しっかり内容を詰めた練習をしないと、そういう私学とか、強い公立高校とかにも勝っていくことができないと思うので、そういう意味では自分たちであまり声かけはしないですけど、自然とそういう意識になっているのかなと思います。小野は朝練を強制しているわけではないと言いますが、放課後の練習内容に限りがあるため、ほぼ全員が毎日参加。特に主将の市橋選手は、朝6時半頃には練習を始めるくらいエレキに満ちているなど、何事にも手を抜かないことが小野にとって最も財産だと指揮官の北垣監督は話していました。そんな日々の成果が発揮され、秋季県大会ではベスト8進出、準々決勝で社の前に敗れましたが、こうした環境下で結果を残したことを評価されて21世紀枠に選出されました。自分たちの結果は悔しさで終わったんですけど、やっぱりこれまでの先輩方の取り組みであったり、学校の雰囲気などが認められて選ばれたっていうのは誇りに思っていいのかなと思います。もしかしたら甲子園選ばれるかもしれないっていうところに今立っていると思うんで、甲子園にふさわしいチームだったり甲子園が似合う選手を目指して、これからもしっかりと練習していきたいと思います。今後は12月9日に各地区の21世紀枠推薦校が発表され、最終3校に絞られるのは来年の1月27日です。小野はまず近畿地区の21世紀枠に選ばれるかが注目されます。そんなチームを代表して市橋主将から意気込みを聞かせていただきました。今年の兵庫県内の高校のレベルはとても高いと思っていて、で、簡単にその甲子園っていうことはできないと思うんですけど、春までにこの冬しっかり鍛え上げて、で夏報徳学園さんとか強豪校の方に勝って甲子園出場したいと思います。今回は小野高校をご紹介させていただきました。チーム関係者の皆様、ご協力いただきありがとうございました。